一番最初は4種類もあったと言われています。これはですね、僕リード理論って言ってるんですけど、はい、皆さんこんにちは。今日はサクソフォンについてちょっとお勉強したいなと思います。本日は東邦音楽大学でサクソフォンを教えていらっしゃる加藤聡先生においでいただきました。早速お呼びしたいと思います。どうぞどうぞ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。サクソフォンはもう吹奏楽ではなくてはならない存在です。だけど知っているようで知らないことっていうのはたくさんあるので、今日はその一部分をちょっと勉強してみたいなと思います。サクソフォンっていうのは名前はどこから来たものですか？はい、このサックスというのはもともと作った人がアドルフ・サックスという方です。その人の名前から取って、サックスフォン、サックスの楽器ということでサックスフォンというなるほど。それともう一つは、まあ、こちらにもいっぱいあるんですけれども、はい、本来はどのぐらいの数があったものなんですか？一番最初は14種類もあったと言われています。なんでですか、そんなに多いの？まあ、その話によるとオーケストラの中で使われる正管と F 管という管の種類の7種類のサックスと、吹奏楽などで使われる S 管と B 管の7種類合わせて14種類もあったということです。あ、今でもオーケストラとおっしゃいましたけれども、この楽器はそんなに古い楽器なんですか？実はこの楽器はすごく新しくて、できた年代は1840年代に作られています。あ、ということはとても、まあ、新しいって言っていいですよね。でよく聞くんですけれども、サックスっていうのはもう完璧な楽器だって言われますけれども、本当なんですか？完璧っていうことはないと思うんですけれども、他の、楽器から比べると操作性であったりとか音の出し方っていうのは、まあ、研究されて、音が出しやすくなっているっていうのは言えると思います。なるほどね。サクソフォンを聴いているともう指はパラパラ回るわ、音程はいいわ、いろんなことが全てできる。このサクソフォンなんでこう金属でできているのに木管楽器って言われますよね。そうですね。なんでなんですかね。もう今浅野先生がおっしゃってくださったように、まあ、今回は金属で、まあ、トランペットとかと同じ素材でできているんですけれども、歌口がクラリネットと同じ1枚リードで音を出していることから木管楽器に分類されています。なるほどね。まあ、リード、このリードのことはみんなすごく苦労しているんじゃないかなと思うんですけれども、今日ちょっとそのことについてもう少し詳しく教えていただけたらな、いろいろなヒントをいただけたらなと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。はい、はい、そしたらよくお話しすることでもあるんですけれども、このリードですね、これをサックスだったりクラリネットだったりの人たちが箱から出して選ぶっていうところまではみんなしていることだと思います。うん、じゃあこの時に僕がどのぐらいの頻度でこのリードを使って、でもし何かイレギュラーだったりとか問題が発生した時にどんなふうに解決しているかっていう、ちょっとワンポイントをお話したいと思います。面白そうですね。はい、はいはいはい、じゃあ、まずこのリードを箱から出して、箱から出すとですね、こういうプラスチックのケースが丁寧に入っています。でここから出して、まあ、つけて吹くんですけれども、よく吹奏楽などで先輩からリード出す、大切に扱え、吹くときはもう1枚1枚使って夏のコンクールまでになんとかこの10枚で持たせなさいみたいなことを言われることがあるみたいなんですけれども、僕の場合はその箱を開けたら、まず10枚入っていたら全て、開封して全部を一緒に吹いていきます。でその時によく、皆さんサックス吹いている人たちは音出し大好きなので、高い音から低い音までバラバラバラって吹くんですけど、それをやってしまうと、リードの寿命が少し持たなくなるかな、下手ってしまうかなと思うので、一番最初が大切だなと思っています。うん、じゃあどういう風にするかというと、開けて、まず楽器に湿らせてつけますよね。そしたらなるべく高音は吹きません。で
真ん中の音から、まあ、中低音ぐらいを、メゾフォルテぐらいの音量で軽く吹いてあります。このぐらいにして次のリードに行ってしまうと。この時点で、まあ、10枚全部同じような吹き方をして1日目にはリードを選ぶっていうことはしません。なんでかというとリードは開封した時にすごく新鮮な状態というか空気に触れてあまり触れていない状態で、あるので日に日に湿度だったり温度だったり自分の吹いた感じによって変わっていくものです。なので1週間ぐらい、まあ、せめて3日ぐらいは同じくらいの作業を続けてまずはリードを鳴らしてあげるっていう作業をします。なるほどね。今ちょっと吹かれましたけれども、はい、本当に今ぐらいの時間でいいんですか1枚に対して。僕はもうこのぐらいにしています。で2枚目も同じく、はい、3枚目も同じくとして10枚なら10枚を全部同じようにして、はい、ということはそんな時間かかりませんよね。そうです。で今吹いた中ではじゃあもう選ばないということですね。そうです。吹くだけ、はい、1週間ぐらいするとその個体、一つ一つのリードの個性みたいなのが分かってきます。そこで自分と相性がいいものをピックアップしてそれをリードケースなどに収めるようにしていきます。あ、なるほど。はい、ちょっと質問なんですけどね、はい、1日目、2日目、3日目変わっていくっていう様子は分かりますよね、はい、でそうした時になんかこう例えばあこれは今日はここは吹きやすいこのリードは吹きにくいとかっていうことは考えてもいいんですか。あ、もちろんそうです。それはもちろん考える、はい、そうしたら例えば、自分が一番好みである1番目はこれ2番目はこれって並べてもいいわけ。はい、もちろんです。そうやってじゃあ次の日はまたひょっとしたらこの順位が変わるかも。変わるかもしれません。あ、なるほど。でそうやって1週間経ってさあそこから次に選んで、はい、選んで、はい、そしてリードケースなどに収めてそれをローテーションして吹いていくようにします。で本番が近づいてくると当然その中でも自分に合っている1、2枚、3枚が決まってくると思うので本番で使うと想定したものを練習でなるべく、まあ、時間を決めて使うようにして、あとは何か起きた時のためにポケットなどに入れて持ち歩けるようにしておきます。なるほど。ローテーションって今おっしゃったんですけれども10枚が全部になるとは限らないですよね。はい、もう持っていられるのはせいぜい10枚で何枚ですか。最後こう見つかっていく見つかって2、3枚かなという感覚です、ね、でそれをじゃあさらに溜め込んでいくわけですね。そうです。新しい箱もまた持ってきて、はい、あ大変ですね。お金結構かかりますよね。お金かかりますよね。まあでもそうやって見つけておくこと、あとは演奏会がいつあるかによっても、まあ、選ぶ日数というかその辺は考えておかなきゃいけないですね。そうですね。逆算するっていうんでしょうかね、はい、なるほど。もしリードが吹きにくくなってきた時にどうするかっていう方法もちょっとご紹介したいと思います。あ、なるほど。吹きやすかったものが吹きにくくなってきたということですね。はい、そうです。すごいですね。長持ちさせる方法じゃないですか。はい、いいな。はい、はい、これはですね僕リードツルツル理論って言ってるんですけど、はい、リードこれ普通の木なので吹いていると、まあ、湿気を吸って膨らんできます。繊維が膨らんできて、もともとの形状から少しずつ変わっていきます。で大体サックスっていうのはこのマウスピースについてる、まあ、このテーブルっていう部分と、ここの、まあ、穴が開いている息が抜けていく部分と分かれているんですが、これ見えますよね皆さん ね、はい、テーブルの部分と、そうですね、テーブルの部分と、うん、ここの穴の部分ですね。穴の部分、はい、でここの穴の部分に、はい、よく湿気がたまるので、あーリードが吸う部分と、うん、吸わない部分とに出てきます。なるほど、なるほど。はい、ここの湿気を吸っている部分が膨張してしてしまうんですね、うんうんうん、なので吹き心地がだんだんと変わってきてしまいます。これをなんとか直すために、元々の状態をなるべく保つために、例えば僕やっているのは、まあ、こういった何でもいいですけど、まあ、紙ですね、うん、紙を、なるべく平らなところに置いて、うん、3本指なので、まあ、こんな風ですね、こうリードを全てギター側に、まあ、持てるようにして回転させます。あ、はいはいはい、
で、まず今右回転したので、これを今度左回転させます。はい、なるほど。はい、で、少し、やってみると、はい、裏面の膨張していたところと知っていなかったところが、全部きれいに平らになってるんですね。これで、一番最初リードを開封した時と同じような、形に戻って、今もう本当に 2,3 回ですよね。はい、そんなにたくさんやる必要はない。そうですね。あ、なるほど、なるほど。はい、これ逆にやりすぎてしまうと音が硬くなったりとか、まあ、必要な倍音だって、まあ、雑味ですね、そういったものもなくなってしまうので、やりすぎは注意です。なるほど。はい、表側は別に何もする必要ない。はい、そうですね。こちら側は、はい、意外とこの唇が当たっている部分が、はい、まあ、汚れてくるので、これはまあ常日頃、うん、まあ、使うたびに毎回ちゃんと拭き取ったりとか、うん、まあ、適宜洗ったりとかっていうことが必要だと思います。なるほど、ね、こっちを削るってことはあまりないですね。はい、ファゴットに、のリードも同じくやってます。あ、ツルツルのも全く同じで、それによって古くなったものが蘇る。もう一つは水できれいに洗ってあげるっていうのはすごい大事なことで、やっぱり変なものが、ついていって、そしてダメになる。これはいいこと聞きましたよね。皆さんぜひ実践していただきたいなと思います。もう最後なんですが、うん、リードケースを、まあ、購入できている人は、まあ、いいと思うんですけれども、まあ、こういったリードケースに入れる、もしくは、まあ、こういうのもちょっとね、それなりの値段するので難しいという人は、これもともとリードの箱の中に入っているケースを、で後ろはですね、セロテープだったりとか何かテープで貼って、この蛇腹にしておく。な、これがですね、見えますか、皆さん。こんな感じですね、リードケースの代わりになります。後ろ側をテープで貼って、そうですね、で蛇腹にする。はい、蛇腹。で、それをケースの代わりにする。はい。おお。で、これがですね、意外とまあ取りやすかったりするので、意外といいです。おお。で、こういったものを、まあ何でもいいんですけども、ね、はい、密閉できるような袋の中にしまっておくと、はいはい、いろんなものから守れるかなというところで、リードケースに入れるだけではなくて、まあ、こんな管理方法も、ぜひおすすめなので、なるほど、やってみてもらえるといいかなと思います。はい、うん、なんか面白いことが聞けましたよね。今日はそのリードのことについて、でも皆さんこう共通していることっていうのは、やっぱり常にきれいにいろんなものを保存していくってことだと思いますね。まあ、これはマウスピースであろうが楽器であろうが、全てにおいてだと思うんですけれども、今日はどうもありがとうございました。はい、とってもためになりました。ありがとうございます。